はい、どうも皆さん、こんにちは。今深夜に収録しています。3時23分ですね。前回私がアップした動画、まあ、ちょっとね、補足を加えなくちゃいけないなということで、今ね、収録をしています。私がね、前回の動画で見通しをお伝えしたんですけど、でその見通し何かっていうとですね、まあ、ここ最近大きな下げがあって、でその後大きな上げがあると。このピッチがですね、まあ、ペースがかなり速いと。まあ、すごくね、こう詰まってるんですよねっていう表現で皆様にお伝えしました。でこういうね、急激な下げ上げっていうのは、まあ、どちらか方向をね、一気に決めるんじゃなくて、しばらく、まあ、ハイボラなレンジになりやすいかなと、持ち合いになりやすいかなということで、まあ、なんとなくね、まあ、一つの参考例ですが、まあ、こういう三角持ち合いみたいな形を作って上げていくと。で上がった後はどうなるか分からんけどねと、まあ、これはもう来年の話だからどうなるか分からんという話をさせていただきました。ですがこれはですね、まあ、あくまでも今ね、現在この月足の安値をまだ割ってない、月足の上昇トレンドであるという前提でね、あんまりね、割った事実もないのに下を見ちゃいけないなっていうね、まあ、そういう意味もあって、まあ中央的な、まあ、持ち合いを、上昇するのが、まあ、このトレンドの流れ、上位足の流れに従うと妥当だよねっていう意味でこういう見通しをアップしました。ただですね、やはりね、いろんなシナリオとかには否定があってね、でそれが否定されるのは何かっていうとですね、この1本のラインですね。テクニカルやってる方はね、もうこの1本のライン引くのはね、もう本当にたやすい。ですが、まあ、うちのチャンネルはですね、まあ、ありがたいことにね、線とか引かない多くの方々にご覧いただいてると思いますんで、ですのでこの2022年の、暴落のね、一昨年にね、大きな下げがありましたの、底値付近のこの安値2点をで昨年の安値、ここを結んだこういうトレンドラインがあります。これ私、まあ最終防衛ラインって呼んでますけど、はい、こういった最終防衛ラインを、これはいつだ、先々週に試したんですよ。試してヒゲで今買われて急騰してるんですね。はい、ただね、まあ、この急ピッチな下落であり急ピッチな上昇、はい、どちらもですね、やはりね、まあ、そのまま行くっていうふうには思えないわけですね。なのでこの急激な下げ上げダウンアップっていうのはちょっと違和感があるわけですよ。ですので、まあ、そういうのもあってですね、まあ、しばらくは暴れやすいかなっていうふうに申し上げました。ただね、ここで補足注意です。ここを割れると暴落するので注意というのは、この赤いラインなんですよね。この最終防衛ライン、ここをですね、この後、まあ、今月、来月、わかりません。今月もね、まだ、8月19日ですから、まだね、ちょっと残ってますよね。はい。まだまだね、この1週間、2週間でどう動くかわからないと。8月の月足っていうのもね、今、長い下髭の陽線になってる。すごい歪なね、こう、ローソク足になっていますが、これ今まだ形成段階です。8月の月末にならないとね、この決着つかないと、はい、いうことで、まあこの後ですね、まあ8月末なのか9月なのかわかりませんが、もしこの赤い1本の線を割り込むようなことがあったらですね、はい。これテクニカルやってるから、方からしたら、いや、それはもう当たり前でしょっていう話です。はい。ですが、テクニカルやってない方々に向けて、この赤い線割ると、私はね、やはりね、まあ皆さんも思うと思うんですけど、まあこれはやっぱり大きく下げるかなって思います。結構大きく下げるんじゃないかなって思っているんで、なのでね、まあこの、ここ最近の大きな下げとか大きな上げっていうのは、非常に惑わしい値動きではあるんですが、この後ね、まあ、私が前回の動画でお伝えしたように、下げ上げで、まあちょっと目先暴れやすいよって、暴れやすいっていうのは、まあこういう赤いラインの上で暴れてくるんだったらいいんだけど、この赤いラインをですね、こんな感じで割ってってしまうとですね、はい。割ってしまうとですね、この後大きな、まあ、暴落というのか、はい。まあ、さらなる、下落継続が待ってるんじゃないかなっていうふうに思います。はい。で、一応ね、こうテキスト書きましたんで読んでいきます。米株はここ最近では例がないぐらいの乱高下が続いています。先日動画で、この後ハイブラなレンジ後上昇、ね、こういう形で上昇とお伝えしましたが、それはね、あくまで月足の上昇トレンドね、まだ崩れていないからそういう目線なんだよっていう話です。はい。ね、以下のこの赤線、この赤線でサポートされた場合の話です。今回はですね、先々週だか、サポートされたんですよ、ここで。
はい、ヒゲになってね上昇してますね。ただこの上昇の仕方が非常にね、そこも固めずに週足レベルで見ると1本で上げてると、1本で下げて1本で上げてると。なのでまだね、まあ押しには続きがあるのかなっていうふうに私は考えるんですけど、まあ、つまりどういうことかっていうと、まあ、時間軸とかね、まあ、こういう、まあ、三角形の空間で見たときにですね、ここら辺がね、もうスカスカなんですよね。ここがスカスカなんで、何もね、ここに、ロウソク足がとどまらないというのが、ちょっと違和感である。つまり、どういうことかっていうと、このまま、まっすぐこういうふうに上げていった場合、ここが完全に置いてけぼりになるっていうね、ここにね、すごく違和感があります。はい。トレンドラインの、まあね、上でずっと推移してきて、でこの辺で過熱感が高まって乖離してきたと、このトレンドラインの赤と株価のローソク足がかなりね離れてきたっていうところから、この乖離が修正された、これはわかるんですよね。でもそこからのまた反発っていうのがね、一気に上げすぎてるというのがあって、まあ、このまままっすぐ上げていくっていうのはちょっと私にとってはかなりまさかのシナリオかなっていうふうに思っています。どこへ行くのっていう感じですね。はい、このラインに沿って行きゃいいのに、いきなりどこへ行くのっていう話なんですよ。なので、まあ、急激な下げ、急激な上げ。はい。なので、この辺の空間っていうのは、やはりね、意識されるのかなって思ってます。で、その、ね、まあ、しばらく暴れるよって言ってる最中に、ね、ここをもし割った日には、ね、まあ、例えば、まあ、再来月とか、まあ、9月とか10月に割ってきた場合は、この時につけた安値よりは、まあ、幾分ね、高い価格でサポートされると思います。これがもしサポートされなかったらですね、やはりですね、大きく、この安値、前回つけたこの黄色丸の安値を試してきて、で、割ってくる可能性が高いかなって思います。はい。で、その時はですね、まあ、下、上ってきたけど、結局どっちっていう決着が、まあ、つきかねないということなんで、まあそういう意味でもですね、この赤ラインっていうのは、やっぱりね、最終防衛ライン。防衛しなくちゃいけないラインなんですね。で、今回ね、これ防衛されたかってね、これでもうハッピーエンドかって言ったら、ちょっと私は怪しいと思ってます。違和感を感じているんで、まだまだね、安心して買えるっていうふうには思っていないんで、なのでね、もう結構前から言っている、こういう急落があった後にね、まあリバル。強烈にリバルっていうのがもしあったとしても、やはりね、まあ、1、2ヶ月は様子見をした方がいいと。うん、しばらく様子見してたら、ああ、やっぱりね、8月末に下げてきたなとかね、どうなるのかなっていうのが、この赤ラインも、まあ、次ね、アプローチした時に割っていくのか、サポートされるのかっていうのも、やっぱ見極めなくちゃいけないし、ということで、しばらくね、やっぱ様子見がいいということですね。これが、まあ、細かいトレードで立ち回りをする自信がないとか、できないとか、やりたくないと、いや、そんなんしないと言われる方に対しての、まあ、唯一のアドバイスかなって思います。はい。まあ、前回からそれはね、しばらく様子見がいいですよっていうのはブレてないです。はい。で、テキストに戻ります。この赤線はね、2022年の暴落時の安値からの最終防衛ラインなので、ここを再び割れるとね、暴落につながる可能性が高まります。で、今回ですね、ピンポイントでね、一気にこうサポートされて上昇しています。サポートされたため、まあ、買い方、買ってる勢力というのは、方々は安心感が、まあ、今広がってるんじゃないかなって思います。ですが、まあ、ちょっとね、この上げのペースに違和感があります。下げも違和感、上げも違和感。なので、まだまだ、今後については警戒が必要ですと。今後の展開についてはね。1週間、2週間ね、経過したらもう景色がガラッと変わってしまったっていうのは、まあ、この1ヶ月、2ヶ月でね、皆さんお感じになったと思います。はい。それをまだ警戒しましょうということです。でね、私ね、警戒とか注意ですよっていうふうに、前回の動画で申し上げましたら、その方ブロックしたんですけど、なんか注意とか警戒ってばっかり言っててね、動画として面白くないと言われたんですけど、いや、面白い動画が見たかったら、毎回毎回ね、大暴落とかね、爆上げって、うん、言ってる動画を見てください。私のチャンネルっていうのは、私、正直なんで、今のこの相場の展開っていうのは非常にこう、わかりにくいって思っています。わかりにくいながらも細かく立ち回っていくっていうね、まあトレーダー目線としてやっているんで、今後の展開どうですかって聞かれてね、わかる人なんていないですよ。はい。ですので、はっきり言ってほしいっていう気持ちはわかるんだけど、ね、それをもってエンタメでね、
うん、いやなんか暴落って言ってくれなきゃ、爆上げって言ってくれなきゃ面白くないと、うん、そうやって言われてもね、そんなあのエンタメを提供する気はないんで、はい、分からないときは分からないって言いますということで、ただねこのラインを割るとやばいっていうのはこれテクニカル勢よく分かってる話なんで、はい、それはあのテクニカルとかやらない方にお伝えしておかなくちゃいけないなっていうことで今申し上げています。はい、で、個人的にはですよ、個人的にはこういう下げ上げのね、違和感のあるね、短期間での下げ上げね、ハイボラ急落急騰を見る限り、今後まあこう暴れながら割っていっても不思議ではないと思います。はい、決してここでサポートされたから安心なんだよってね、2回目もサポートされるね、サポートされたらね、そこでまた買いを検討すればいいっていうのは前回の動画でも言ったんですけど、あの割らない保証はないわけですね。はい、割らない保証ない。なのでまあ割っても不思議ではないと思います。割るって言ってるわけじゃないです。はい、割っても不思議じゃないって思います。はい、まあただね、割れたという事実はまだないね、割れたっていう事実がない、状態で見切り判断はまだできない、見切り発信もできない、暴落しますよともなかなかやっぱ言えないですと、はい、いうことです。ですのでまあ選択肢としては、1、トレーダーとしては細かく立ち回るね、細かく日足とか4時間足を見ながら、ね、リスクを取る、リスクを落とすとかね、はい、利確するとかね、損切りするとかっていうことを立ち回っていくのか、もしくはもうそれができない、やらない、ね、やりたくない、うん、そういう方であれば、もうそれはやっぱりね、今後どうなるかわからないからしばらく様子見というのが、まあ、やっぱり一番推奨、はい、できるのかなっていうふうに思います。すでに安値でロングポジションを持ってる方は今上がってるんで、まあ、しばらくちょっと様子見しつつホールドっていうのは全然いいと思いますよ。はい、で、次ね、この話っていうのはあくまでね、まあ短中期トレーダーっていうのかな、はい、私のこのチャンネル発信っていうのは、長期で積み立てをやってる人とか、バイアンドホールドでね現物をずっとガチホする方が、まあ、あんまり見るものじゃないかなって、うん、いう感じですね。ただこういうとこ割ってくるとですね、そういった方々もちょっと見てほしいなっていうのは正直あります。ただね、割ってないでしょう、まだ割ってない、月足の安値も割ってないです。 SOXL はすごい下げ方したんですけど、今すごい上げ方してますよね。はい、ですのでまあ今はね、そういう長期勢の方々、積立勢含めてねっていうのは例外だと思ってください。はい、赤線割った時にどうなのかなっていうね、まあそういったことを気にしておけばいいのかなと。全然見方が違いますんでね、私も長期投資のスタンスで投資信託とかね、そういうのをやっていたら全然こんな細かい話しません。はい、基本放置でいいじゃんって。ただ3倍レバレッジの私がよく取り上げる SOXL とか、あれはねそのまま放置できないですよね。1、2ヶ月後どうなってるか分かんないっていうのがあるんでね、まあ特にね、大量の資金をそこに、投資してると言った方はやっぱり気が気でないですよね。はい、ですのでまあ、長期まあ積み立ての方とかバイアンドホールドの方々っていうのは、この赤いラインを割った時に初めてね、まあどうするか検討っていう、まあそんなレベルでいいんじゃないかなっていうことを思います。はい、であくまでね、私のこういうね、ここ割ると暴落的なね、別に煽ってるわけじゃなくてね、いやこれ事実としてもし割った場合はそういう目線になりますよっていう話なんで、まだ割れてないから、うん、だけど、私の前回出した動画っていうのが、しばらくちょっと乱高下で持ち合いの後上っていう風に言いましたよね、うん、結局ねこういうところでサポートされて上に行くって言いましたよね。これはあくまで月足がまだ上昇トレンド中なんで、まあ普通に従えば上に行くよね、トレンドに従ったら上に行くよねっていう、はい、まあ、その惰性を前提として、はい、上昇継続っていう風に申し上げたまでで、はい、ここを割るかどうかっていうのは分かんないし、割っても不思議じゃないということは、補足させていただきます。で、私ってね、まあ、どちらかというと下落目線のバイアスの強いという印象が皆さん多分お持ちだと思うんで、そんな私のね、下目線のバイアスの強い私の個人的な一意見として、受け止めてください。ああ言ってるなぐらいの感じです。はい、それでいいと思います。はい、今後もね、全然もうガチホでホールドしていきたいっていう方は、まあこういう私のね、目線というのは軽く流していただけると幸いです。ここもし割ったとしてもガチホなんだよってね、ナスダックがまあ16,000ね、年初の安値とか、年初の初め値とかね、14,000とか、到達しても別にそれ大丈夫だと言われる方は、それはね、それで、一貫してていいと思いますし、はい、そういった方とね、別に、なんか衝突する気はありませんので、はい、よろしくお願いいたします。はい、今日私が申し上げたのは、
補足動画ですね、前回ちょっと私が普通にこうやって持ち合いの後上ですっていうふうに決めつけてるのがちょっとあんまり良くないなっていうふうに思って、上も下もまだわからないんだよってことが言いたいんだけど、で持ち合いになりやすいっていうのはやっぱりこういった四角の空間みたいのがありますんで、こういったところが意識されるのかなって、はい、いう意味で、はい、細かいね、どこで、まあ、反落する、どこでサポートされるっていうことについては言及していませんが、まあ、持ち合いの、まあ、暴れやすい相場の後の上か下かっていうのはまだ不透明で、もしこの赤いラインを割れると、まあ、ちょっとやばい形で、まあ、暴落っていうね、言葉が出てきても、SNS なんかでね、暴落みたいな、そういう言葉が出てきても、まあ、ちょっと納得感があるよなっていうライン、はい、がこの赤いラインです。最終防衛ラインですね。はい。ですので、まあ、長期勢の方々もですね、この最終防衛ラインね、まあ、皆さんこんな簡単に引けますんで、ここ割るかどうかっていうのは、まあ、今後ね、一緒に見ていきましょう。はい。そんなわけでね、まあ、今日は、補足動画ね、ここ割れると暴落するので注意という、動画を、アップさせていただきました。よろしければね、チャンネル登録と高評価ボタン。あとね、メンバーシップで詳しくやっていますんで、ぜひね、この機会に登録の ご検討ね、お願いいたします。はい、本日は以上です。ありがとうございました。